いただいている普通のお便りを紹介しましょう。まず、はい、ひーちゃんからよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、こちら、ウィルさんからいただきました。ありがとうございます。かわいそうの皆さん、ただいま。おかえり。第8話、嬉しぬよかったです。まず、りっちゃん。はいから。ごめん。ハイカラさんの服装が可愛かっただけじゃなくて、うさくんのことを思って、あのりっちゃんがあそこまで行った。あのシーン、感動して涙が出てきちゃいました。そして、その後のまゆみ、さやかのお色気&小悪魔コンビの活躍。はい、よかった。かわいそうのみんなの思いやりの気持ちが伝わってきました。本当にいい話でした。いい話だった。私、あの話大好きで。私も好き。いいよね。なんかこう、まゆみさんとさやかちゃんの、あのなんだろう、あの手助けってなかなかかわいそうの中では見られないじゃない？あ、逆だよね。助けない、いつも。いざという時は。でもりっちゃんもあのすごい可愛くお化粧して、本当に可愛いし、あと来てっていう指名っていう力強い一言が、いやいいね。普通に漫画読んでて、このシーンいいわ、やりたいわって思ってたの。あ、そうなんだ。もう見た時からすごい嬉しかった。あとうさくんのさ、嬉しいのが可愛すぎてさ、もう嬉しいなって。あのもだえ方は可愛い。可愛いよね。りっちゃんの恥ずかしぬもね。そうね。恥ずかしぬ。お話しすぎて中国わかんないけど、いやーまだね録画して見てないなんて方もいらっしゃるかもしれないけれども、ちょっとぜひ見てほしい回ですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。